はいでは、えー、すいません遅くなりましたが2022年1月に見た映画を振り返るやっていきたいと思いますああどうもこんばんはすいません遅くだいぶ遅くなってしまいましたが始めたいと思いますえと、ー、りあえず今,今年もね、えー、その月に見た映画を月の最後に、えーまあ、振り返るということでえー追加するやっていきたいと思うんですがまあその 月に、えー、見たその年公開あるいは、えー、ビデオするなり配信するなりで、えー、公開された、えー、作品をダラダラと振り返っていこうというやつでございますね。ああ、どうも、<laughs> どうも、あの、来てくださってありがとうございます。すいません、だいぶ遅くなりましたが そうですねバイオハザードについては、これはもうネタバレをしないとどうにも語れないので、この枠では軽くしか触れなくて、で、あの、この枠の後で、もう完全にネタバレ枠をつとしてやろうかと思いますので、ちょっとその点はご了承ください。 えー、では、えー、やっていきたいと思いますが、基本的には見た順番で、えー、やっていきたいと思います。で、えーまあ、2022年1月ね、とりあえず、えー、9本かな、えー、見てはいるのですけども、今年公開、あるいはビデオスルーで発売された作品をね、は、えーまあ 今年もまあ仕方がないといえばそうなんですけどもコロナ禍の影響でえ延期になっていた作品がえ公開されていっているあるいはまた今後もね公開されていくっていう形になってはいるのですけど、まあ、えそんな感じでね、えー、それでもまたあの新しい作品が公開されたりとかってやってるので。 まあ劇場で見れるだけありがたいかなっていう感じですね。はい、で今年一発目で見たのがマークスマン見ましたね、はいえー。画像で言うと、えー、下の段の真ん中のやつなんですけど、えーま、リーアム・ニーソン主演の、えー、アクション作ですね。タイトル通り、えー、狙撃手だった人、ま、ベトナム戦争に、えー、行っていたということなんですけど、ま、そういう。えー との、えー、話でございましてで、えー、ああ、どうもあり、来てくってありがとうございます。今、マークスマンの話をしております。で、まあ、ベトナム戦争帰りで、えー、まあ、国境線のね、近くで、えー、牧場をやってるリーアム・ニーソンが、えー、主人公なんですけども、そうですね、マークスマン良かったですね。あのー、 また、リーヤム・ニューソンがね、あのー、年取ってからアクション作によく出るようになったっていうのの流れの一つなんですけども、国境線近くで牧場をやってるんだけど、まあ、あれですね、そこもだいぶ社会的にやられてしまって、その土地も手放す、手放すというよりも、もう、あれですね、えー、取られてしまうとか、そういうレベルまでいっているという。 人が、メキシコの麻薬、えー、カルテルに追われてきた、えー、少年を助けるということになるという作品なんですけどね、これなかなかね、あのー、よかったのが、まずあれなんですよね、こういうシチュエーションだとあの不死関係とかをあの意識した作りにすると思う んでですすけども、一般的にはそうじゃないんですよね。あの父と子の疑似親子みたいな風にしないんですよね、この映画。あのむしろどっちかっていうと同じ境遇の仲間みたいな感じにするんですよね。あの男の子の方は家族を失ってて、で、リアム・ユューソンの方も、まあ、奥さんをね、えー、病気で亡くしてるという設定なんですけども、ただ、まあ,あの娘さんというか義,、えー、義理の娘さんなんですけども。 はまだ一定で関係は良好なんですけど、まあ、その状態で、えー、土地も奪われそうだという感じなんですけども、あのーまあ、そこでね、えー、一応その後またいろいろ喪失感があったりしてっていうので仲間みたいな感じで、ね、あ描かれるんですねこれがまず良かったんですよねであのー、このリアム・ニーソンがマークスマンで狙撃手をやってた狙撃手やってたみたいなのは確か明確にはセリフはないん ですよねただ、あの入れてる入れ墨があのライフルの入れ墨で、でベトナム戦争に来て、海兵隊にいたっていうセリフはあるんだっけかな、あので海兵隊の入れ墨だったと思うんですけど、ただライフルの入れ墨で、であの牧場やってる時から、あのハンティングライフルは、えー、使ってるんですよね。っていうので、で、 戦わないんですよね、ずっと。戦わないんだけど、あの、狙撃手だからっていうことで、基本的に危険が迫ったら遠くから、あの、一旦引いて、遠くに行って、で、観察するみたいな感じで、基本的には戦わないんですよね。で、本当に最後の最後で戦うんですけど、その時の戦い方が本当に狙撃手の戦い方なんですよね。で、あの、クライマックスの戦いだから、あのー、 結構苦戦とかするのが普通じゃないですか。しないんですよね、この人。もう狙撃手だから、一発で決めちゃうんですよね。あのー、ちょっとネタバレをするんで、えー、っと、そうですね、今、えー、時間で言うと、6分ちょいだと思うんで、そうですね、7分、は7分30秒になったらもうネタバレやめるんで、嫌な人は一旦あの、音声切ってほしいんですけど、えー、これからネタバレしますね。 最後に4発撃つんですね、リアム・ニューソン。4発撃って、4発外しません、この人。4発とも目的物に対して、ちゃんと当てます。で、その後、苦戦する理由は、狙撃銃、というか、狙撃関係なく苦戦します。はい、えー、ちょっと早いけど、ここでネタバレ、終わりですけど、ただ、その強さの描き方がすごく良かったですね。 あのー、リアン・兄ニんソンもうずいぶん年ですから70何歳とかだよなだからもちろん格闘戦とかができないだろうっていうのは分かるんですけどもただそれをしないようにしてかつ狙撃地だっていうのをちゃんと、あのー、その強さの、ね、表現がしっかりしてたのであれはすごく良かったですねはいでやっぱその話もねあのー 良かったですねちょっとね、残念だったのが、あの、その、えー、麻薬組織側のね、キャラクターとかがみんなすごい良くて、あの見た目が怖いやつしかいないっていうね、それも、あの、モブキャラも含めて、すごいいい感じだったのに、その割にき、あの、キャラクターの掘り下げが、これは、あの、主人公自身もそうなんですけども、えー、なんか、 浅いかなってところが多くて浅い割に最後にあの急に自分語りとかが始まったりするので、えー、あの主人公もね、あのー、妻に導かれてる気がするみたいなことを言い出すんですけどだったらもうちょっとその辺のなんだろうドラマ的なのを描いてほしかったなっていうのはありましたね。はい、あののー、そ 麻薬組織側の追跡者のボスを演じたあのフアン・パブロ・ラバっていう方なんですけどね、あの人もすごく良かったんですけどね、すごく良かった割にキャラクターの掘り下げが浅かったのがちょっと残念だったかなってぐらいですかね、あの人があれですね、暗記みたいなあのちっちゃいナイフっていうか、針みたいなの持ってて、あれくるくる回してるの、あれすごい良かったですね。はい。でー、 1個、すごい細かいんですけどでもしかしたら勘違いかもしれないけどすごいいいなっていう、あのー、シーンがあって、あのー、終盤の方でで、ね、リアム・ニーソンが車に乗った時にあに後ろをちらっと見るんですよね、でもその後ろを、あのー、見る理由がその時点ではもうなくなっているはずなのにちらっと見ちゃうんですよね。 あれを、もし、いつもの癖でチラッと見ちゃったけど、ああ、そうだったっていうので、あの、もう一回、あの、なんとなく振り返っただけで終わるっていうのにしたんだとしたら、相当細かくていい演出ですね、あれ。多分あれ演出だと思うんですよね。はい、えー、ということでね、マークスマン。終わり方も良かったですね、これ。あのー、まあ、そうなるだろうなという。 終わりり方ではありましたけど、えー、一発目に、ね、見るので、ね、すごく、ね、いい映画です、ね。はい、はいえー、で続きまして、「スパイダーマンのノーウェイホーム」同じ日に見ましたね。はいまあ、これはもう予告の時点でねいろいろともうそんなに明かしていいのってぐらい明かしてましたしね、まあ、情報量が非常に多いっていう。 点ではね、まあ、良かったなっていう感じでしたし、まあ、あそこまで予告で見せたんだったら、こういうことやってくるでしょっていうのを、まあ、やったのでね、良、えー、かったかと思いますけど、まあ、残念だ、これもね、あの、えー、これもネタバレに触れないといけないので、どうしようもないんですけど、あのー、どうしようもないけど、 やっぱり残念だったのはキャラクターの使い方だよなっていうただそれはあの何、ー、でしょうね他の方が言ってたけどあのスパイダーはこの映画で一番ダメなのはソニーだって言ってる人がいましたけどまあそれはそうだろうなって思ったので、はい、そういう感じなんですけどねあと単純にあれですねアクション面がすごく面白いことをやってるのに撮り方が 良くないっていうかね、あのグリーン・ゴブリンと格闘戦してるときとか、すごい面白かったですし、それ何回かあるんですけど、あのー、でも、撮り方がなんか、もうちょっとそのアクション、長いカットで見たかったなみたいなのが多かったのでね、えー、それはね、あのー、ちょっと残念でしたね。はい、あとあの、ドクター・ストレンジとの、ねえー、追跡劇とかもなかなか良かったんですけどね。 あそこ映像的にも良かったしあれをあの頭の硬い、えー、魔術師かっこ元医者っていうやつと、えー、理系の高校生の、えー、対決みたいな風にしてたのも良かったですねはい、うん、まああのー、そうだなキャラクターの描写で悪かったって言ったんですけど基本的にキャラクターの描写は良かったんで ですけどね、本当に、あのー S、これは、ひどいなっていうのは、なんというか、お家騒動に近いところ由来なやつだと思うのでね、あの、ソニーの、<laughs> まあ、それよかったですというので、終わりにしておきますはい。えー、っていう感じで、えー、マックスマンとスパイダーマンノーエイホームで、えー、 劇場でね、えー、見てっていうので、まあ、映画始めではないんですけどね、映画始め、今年、何見たんだっけ、俺。映画始めあ、あれだ、マスターズ・オブ・フラーみたいな、あのー、あれですね、ロメロと、えー、アルジェントが、あの、エドガー・アラン・ポーの原作を映画化したっていう、短編日本立てのやつですね。あもなかなか良かったな。 で映画館ではマークスマンとスパイダーマンで、えー、映画始めしたんですけどもで続きましてえー、っとクライマッチョ見てきましたね、はい、クライマッチョねこれねあのー、1個あのー、ああそうですねまああのー、どんどん延期になっちゃうのは仕方がないのは仕方がないですけどねど結局あのー その延期になればなるほど、なんでしょうね、こっちも熱が冷めてくみたいなのもありますし、延期になってて、なんか取り直したりしてて、余計こんがらがってね、大丈夫っていう余計な心配もありますしね。はい。で、まあ、暗いマッチュなんですけど、これね、あのね、あのー、マークスマンと似てるんですよね、ちょっと。 あのワークスマン見てクライマックス見てって言うたら多分あって気になるところが結構あると思うんですよそれもあの話が似てるとかじゃなくて話も似てるんですけど、あのー、おじいちゃんと、えー、少年の、えー、ロードムービーってところは似てるんですけどそこ以上に何でしょうねゲームで言うと同じステージを使ってるんだけど出てくるキャラクターが違うみたいな。 展開したりするんで、すね。で、マークスマンの方が、もう、の監督さんが確かあれなんですよね、イーストウッド組っていうか、イーストウッドとよく仕事されてる方で、で、ママークススンのの劇中で、でで、イーストウッドの映画見てんですよね。であのーあ、これなんか、あのー、同じ脚本から出発したんかなってあのー、思ってたら、あのー、何ですシネコンウォーカーで、 あのー、連載されてるあの、作家さん何て名前だっけかなその人もね、指摘し,してたんですよねあのー、えー、っとあ、松久淳さんだ松久淳さんっていう方も「シュニカムウォーカー」っていうあのー ユナイテッドシデマ系とか、ああ、イオンシデマ系でもあれだ、名前が違うけど、中身が一緒の雑誌で出てるの、話が。それに連載するコラムでも指摘されてたんですけど、これ似てるなっていうのがあって。ただまあ、それは、あのー、にまあ、気になるんですけど、似てるなぐらいで、クライマッチョはね、個人的にはちょっともう、もう勘弁してくれっていう感じだったんですけど、 あのツイッターの方でもねあのー、イーストウッドはグラントリのあたりからもうずっと遺作を取ってるって言ったんですけどもうこれこれ遺作でいいよねっていうのをずっと取ってるこいつっていう感じで思ってたんですが特にグラントリの、えー、運び屋、えー、クライマッチは遺作三部作って言っていいんじゃないかっていうぐらい遺作なんですけど。本当に今回 遺作すぎてでグラントリノはまだあのア,メアメリカの,あの現代の話と自身が今まで演じてたキャラクターの話とっていうのが組み合わさった話だから俺グラントリノは大好きなんですけど運び屋はさすがに思想説すぎるっていうプライベートな話が多すぎるっていう感じだったんですけどクライマッチョはもうあ,のあ,んあんたがそういう風にあに死にたいのは分かったみたいな感じの話だったんで。 ちょっとそれが強すぎたっていうのとあとあのー、最後に最後の最後にあの鳴、ー、き声がするんですよね。でその鳴き声が劇中の使い方と同じ使い方をしてるんだとしたら結構それはそれはそれでひどい意味合いじゃないって思ったのでちょっとそれで気になったっていうのはありますね。はい あとはあのやっぱ見ながら知らんおじいちゃんの取り留めのない話をずっと聞いてる気分になったのであれもちょっと勘弁してほしかったですね。あのおそらく描きたいのは中盤以降に出てくる街とかそういうことなんでしょうけどそこに至るまでの話があまりにもふわふわしててなんとなくで話が進んじゃうんですよね。 あのなんとなくで話を進む映画最近多いなとは思ってるんですけど本当にここでこのトラブルが発生する理由そんなになくないみたいなのが多かったのでうんそうあの恋愛映画なのは別にいいんですけどいいんですけどねまああの落ちまで行っちゃうってっていうのもねあとこれ予告で 予告の最後にあのイーストウッドが「あのじゃあね」みたいなやつをやるんですよね。であれはもう俺は見る前は配給会社がこれはイーストウッドの遺作っぽく宣伝しようと思ってあのシーンをわざわざ最後に予告の最後に持ってきたんだっていうふうに意地悪な見方をしてたら本当にあのシーン「じゃあね」って言ってるシーンだったのでやっぱりイーストウッドはずっと遺作を撮ってるんじゃないのっていうのが。 強く思いましたね、グランプリーの以降。まあまあ、とりあえず、いいです、あそこまで、ここまで来てあの、こういう映画を撮って、これをあの、娯楽作として、世界規模で公開できるんだから、すごい人だよね、いい人だっていうのが、あの、一番の感想ですね。はい。 はいえーえー、で続きまして、ハウス・オブ・グッチ、えー、見てきましたね。これはね、あのー、何でしょうね、どこまで原作由来かわかんないんですけど、とか原作を読む、この、あのー、グッチのね、あの話は、すごいきな臭い話で、それは知ってたんですけども、どこまでそ,のそれを書いた、ノンフィクションが原作なんですけど。 えー、原作ぐらいかわからないんですがあのー、思った以上にねこのーレディ・ガガーが演じてるあのー、パトリツィアっていう、えー、女性の話以外の話というかグッチ家の話という側面が強かったのでまああのファミリービジネスの話だなっていうのとあのファミリービジネスって嫌ねっていうのがあのー、一番強かったですね。 これ本当にあのどうしてこうなったっていう感じの話でで、しかも、それあれですよね、一応パトリツィアもあとまあマウリツィオも、えーまあ、この夫婦2人とも最初のバカっぷりのままだったら多分幸せだったんだろうなっていう感じなんでしょうね、そういうふうに描いてるんでしょうね。実 言ってるんですよ、ね、そのまあそこまでお金はないんでしょうけどそこまでお金はないって言ったってパトリツィアもう最初の時点でグッチと比較にならないレベルだろうけど社長の結びですからね。でまあそこからいわゆるファミリービジネスにどんどん、えー、のめり込んでいった結果ファミリービジネスだから、あのー、えらいことになったっていう。 感じだと思うののでまああのー、ロードってやんねっていうのが一番思った感じですね。あと、ああれですね、あのー、アダムドライバーがやっぱり良かったですね。個人的にはあの今までで最高のアダムドライバーっていうのはローガンラッキーのアダムドライバーだったんですけど今回のアダムドライバーも悪くなかったと思います。あの序盤ののねねね普通に、ね、あい、のー、いいやつっていう、ね アサム・ドライバーは、ね、なかなか良かったですねはい、えー、で続きまして、えー、スパイダー VS マン、えー、見ましたねこれはあのあれですねすごく珍しい、えー、公開というかローカライズをされた映画でもともとこれスパイダーズ 3D っていう作品なんですけどでスパイダーズっていう映画自体は、えー、もう随分 前のシリーズで,でこれを 3D でリブートしようみたいな企画だったと思うんですけど、それがあったんですが、これ自体もまた数年前の話なんですよね。で、全然ローカライズされなかったんで、まあ、これは日本ではもう、あのー、未公開かなと思ったらあの、今年に入って YouTube で無料配信っていう形でローカライズされたっていう、えー、ものなんですけど、 せっかくそれやるんだからもっと宣伝してくれよとか、このこ,この画像にも使ってるポスターとかもうちょっと頑張ってくれよとか、放題ひどいなとかいろいろ文句言ったんですけど、ただそれで見,見に行ったら、そのローカライズ自体がすごく手堅いというか、すごくしっかりしてて、あのー、字幕の、えー、翻訳とかも。で、ああ、いいじゃんって思ったんですけど、だからローカライズ自体は、ね、すごくいい仕事してるんで、あとはもう、 宣伝をバンバンやっててどんどんやってくれっていうのが一番思いが強いんですけどあとできれば円盤出してくれっていうのがはいでこれスパイダーズシリーズのリブートで合ってるはずなんですけどもあの話自体もねスパイダーズにえー、まあ準じてるというかそっくりなんですよね宇宙から、えー 来た、えー、巨大雲の話という,もうそのままなんですけどもはいで展開もねあの最初ちっちゃい雲がいっぱい出てくるんですけども、えー、最終的にね、えー、怪獣サイズの巨大雲と戦うっていうのも同じですしねこれもであの映画自体もあの、まあ、あの面白いかと言われると微妙なんですけど特撮自体はすごくあの よくできてて、特に雲のデザインがね、怪獣、ちゃんと怪獣やってるのはね、すごく良かったですね。あのこの雲のデザイン自体もね、公開当時ね、あのー、話題になったんですけどねで、なかなか日本に入ってこないなっていうことで、あのー、もう入ってこないんだろうって言われてたところでのローカライズだったんでね。普通 にね、あの規模自体もね、そこそこ大きな規模で撮ってるんでね、あのー、ただ、話だけがへっぽこなんであ,のあまりにも軍、えー、が弱すぎるとかそういうのもあったりするんですけどね。そこだけ残念なんですけどね、本当、これスパ、あのー、YouTube で、ね、無料で公開されてるから興味があったら見てほしいっていうのもありますし。あのー ポニーキャニー・ャオンだだっっったかな、えー、やててくださってるのは。えー、どんどんね、えー、他の作品もね、えー、日本で、えー、未公開になってしまっている作品をでいいように作品いっぱいあるでしょうからね、えー、どんどんこんな形に引っ張ってきてほしいなとで,できれば、えー、円盤出してほしいなっていうふうに思いますのでね。 はい、えー、そんな感じなんですけどここを1枠で終わらせるつもりがもう26分ぐらいになってしまったので2枠にするかなはいえー、っとそうですねここ2枠にしようと思うんですけどもえー、っとあと1 1本だけちょっとあの、あんまり褒めることができないやつが次のやつなんでそれだけ言ってこの枠は終わりにしますはい、えー、で続きましてバンキッシュ、えー、見てきましたね画像で言うと、えー、上の段の、えー、一番小さいやつハウス・オブ・グッチの左側の下のやつなんですけども、えー、ルビー・ローズが主演でモーガン・フリーマンが悪い感じで、で娘を人質にされてもっと運び屋 のえーまあ、腕を買われてっていうかもっと運び屋だからって感じで無茶な仕事を押し付けられるっていう話なんですけどもこれがね作風なのかこれ自体確かもともと配信予定だったんですよね日本だとこれあのレンタルという形では円盤も出てるんですけども。 だったからかわかんないんですがそ,そう邪推するレベルで配信だからこんなもんでいいだろうって邪推するレベルでテレビ映画っぽいでそれも「00」年代のテレビ映画っぽい、えー、安い作りなんですよねで演技もねあんまりよくは見えないんですよね出演者たちもルビー・ローズとモガル・フリーマンって別にあのちゃんと演技できる人たちなのにっていうのがね ありましてまずえ映,像が映像が安いで、その映像でなんかあのミュージックビデオみたいな感じの演出が多いんですけど、そのミュージックビデオみたいな演出がまた安いっていうダブルパンチで来るのがね、ちょっと残念ですね。アクションもあんまりいいとは言えなかったし、うん、かなり残念な作品でしたね。はい。 えーまあ、そうなんですよ全体的に安いんですよ。何、あのー、だろう別にライティングが変なわけでもないしデジカメ撮影とかだろうからそんな安今の時代のデジカメでそんなに安くなるみたいな感じの撮り方だったんだよなっていう。 なんでこんなに安いのかなっていうのが、まず疑問に浮かんでしまって、で、そ,その答えとして、一つがまあ作風あの、ミュージックビデオっぽい演出とかも含めて作風、で、もう一つが手抜いてるだったので <laughs>、っていうふうに思ってしまうような作品でしたね、残念ながら。はい、えーと。 ということでね、えー、ここで2枠目に行くとは思わなかったんですけど、まあ、あれですね、マークスマン、しゃべり終わりとして10分行ってましたからね、マークスマンが、ね、本当にいい作品だったのでね、はい、これはあのー、本当に年明け一発目に劇場で見たやつっていうので、いい映画でしたはい、で、あのー、おおむね基本的にね、面白かったのでね、 はい、最後の,あのバンキッシュだけ残念だったということなんで、えー、とりあえずこの枠はここで終わりにしてまたすぐにね、えー、再開いたしますのでもしよろしかったらそのままお待ちください、えー、で、えー、またバイオハザードは最後にもう1枠、えー、設けてそっちでネタバレありでやっていきたいと思います、えー、それではい 一旦終了いたします。どうもお付き合いいただきありがとうございました。多分1分もしないで再開しますと思いますので、よろしかったらそのままお待ちください。